はいどうも、ワンソクチューブです。いやー、また買っちゃいましたね。レクサス RX 購入しました。すでにね、先日のブログなどで、公開していますので、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、レクサス RX300F スポーツ購入いたしました。車買うチューバーとしてね、バンバン車買っていくぞって言ったんですけれども、なんとまた SUV 買っちゃいましたね。バカじゃねえのって思ってるかもしれないんですけど、バカなんでしょうがないんですよね。ほんと変態なんですよ。ということで、これからも突き抜けて車バンバン買っていきたいと思うんですけれども、私が購入したのはですね、レクサス RX300 という、2リッターターボモデルですね。実は私、マイナーチェンジ前のレクサス RX450F スポーツ AWD に2年以上乗ってたんですけれども、すでに1年以上前に売却済みです。で、なんでね、私がそんなね、レクサス RX を買い直したのかと思っている方も多いかと思うんですけれども、今回の動画ではその買い直したポイントとかですね、マイナーチェンジ後の RX の優れているところとかですね、購入したグレードの見積もりなんかを公開していきたいと思いますので、RX の購入検討している方は、参考にしていただければと思います。それではまず、どうして RX を購入したのかと、思いの方も多いかと思います。以前にね、レクサス RX マイナーチェンジの、解説をした動画が、上がってるかと思うんですが、そこではね、前期型の RX のオーナーさんが、マイナーチェンジ後の RX に乗り換えるほどの魅力はないかもねって言ってたんですけれども、なんでね、前期型のオーナーだった私が買い直したのかと言いますと、実はですね、購入の理由はですね、レクサス UX を購入する際にですね、アウディ Q2 を下取りしてもらったんですけれども、そのね、査定をかなり頑張ってもらいまして、そのね、条件が、RX のマイナーチェンジ買ってくださいっていうものだったんですね。なんで、もう、その時点で、実はね、半年前から RX を購入するのはもうね、折り込み済みだったっていうことなんですね。で、それだけにね、実は私、RX のマイナーチェンジにはかなり期待していて、買い直す気満々だったんですけれども、それだけにね、今回の改良の度合いが意外とね、小改良にとどまっていたので、まあ、パワートレーンの変更とか、トランスミッションの追加なんていうのもなかったんで、ちょっとね、がっかりしてたっていうところで、この前のね、動画は評価してたところですね。で、マイナーチェンジでどこが変わったかなんか、ちょっと後ほどね、補足したいかと思います。で、問題はですね、何の車と入れ替えるのかっていうところなんですけれども、まあ、普通に考えたら、レクサス UX と RX を入れ替えっていうのが妥当だと思います。ただね、レクサス UX はなんだかんだね、酷評しておきながら、半年乗ってね、満足度も向上してきていまして、まあ、適度のね、サイズ感に RX 並みの充実した装備があってですね、街乗りだとか、遠乗りをするにもですね、すごく便利なんで、手放すのがね、ちょっと惜しくなってきちゃってます。で、何の車と入れ替えるのかっていうのはですね、ちょっとブログの方で書いているんで、ご興味ある方はブログの方、下にね、リンク貼っておきますので、見ていただければと思います。ちょっとね、トリッキーな手法を使って、車を買うことになりますね。はい。で、レクサス UX なので、ステイ、残るってことなんで、レクサス UX と RX、2台所有というわけのわからない状況になるんですけれども、まあ、それもね、まあ、車買うチューバー、変態としてはね、いいかなと思ってます。まあ、UX とね、RX の比較なんてね、あんまりする人いないかもしれないんですけれども、まあね、ちょっとそんな、ちょっと変な比較なんかもね、やっていければと思っています。で、続いて、レクサス RX のグレード展開と価格なんですけれども、こちら以前の動画でもお届けしてますが、ざっくりおさらいしておきますと、まあ、マイナーチェンジでね、どのぐらい値上がるのかっていうことなんですが、6万円から15万円程度の値上がりとなっています。一番値上がり幅が少ないのが RX300 という2リッターターボのベースグレード、こちらが6万4000円の値上がりで、一番値上がるのが RX450F スポーツが15万8000円の値上がりという形になっています。まあ、RX300、RX450 とも F スポーツが最大の値上がりとなっていますが、これはね、 F スポーツに今回のマイナーチェンジでパフォーマンスダンパーが前後に追加になるっていうことなども要因かなというふうに思っています。逆にね、ベースグレードは値上がり幅も少なくて、安全装備などがね、拡充しているので、お買い得感があるかと思います。そして私が購入したグレードなんですけれども、レクサス RX300F スポーツの FF になりますね。どうして 450H ではなく RX300 なのかということなんですけれども、私ね、前回、RX450H F スポーツ AWD に乗っていたんですが、
まあ、その身として言わせてもらえばですね、 RX を所有して得られる満足度は実はハイブリッドでもターボでもあんま変わんないんじゃないかなっていうふうに思ってます。これはどういうことかというと、まあ、私個人的な感想なんですけれども、RX の所有満足度は、まあ、パワートレインとか走りによるものではなくてですね、大きなボディによる分かりやすい迫力と車格感、質の高い内外装と広い室内、まあ、シートベンチレーションなどの快適装備、レクサスならではのマップオンデマンドやオーナーズデスクなどのコネクテッドサービス、パーキングサポートブレーキやパノラミックビューモニターなどの、あの充実した安全装備、今回のマイナーチェンジで進化したレーントレーシングアシストなどの運転支援装備、そして、とても良いリセールバリュー、このあたりかなというふうに思っています。まあ、走りとかね、速さを追求するんであればドイツのね、SUV の方がいいかなと思いますし、まあ、レクサス RX の魅力をまとめるなら、車格感、快適性、リセール、この3つだと思ってます。 RX450 と RX300 を比較すると、確かに RX450H の方がパワーはありますけれども、日常域でのね、低回転のトルクは意外とね、太いっていう風にも思わなかったんですね、乗ってて。で、出足の発進加速などはターボの300の方が扱いやすいという風に感じたほどでした。で、 RX450H のパワートレインは先代 RX からの持ち越しで、古いタイプのね、THS2 なので、最新の ES300H とかレクサス UX のような70キロ以上の高速域で EV 走行ができるというものではなくてですね、まあ、高速域だと、まあ、エンジン回りっぱなしになってしまいますし、モーター自体のトルク感もそんななくてですね、アクセルちょっと踏んだだけでもすぐエンジンかかっちゃうんですね。なのであんまりハイブリッド感がないというか、モーター単体で走れる、度合いが少なかったんで、まあそれならもう300でもいいかなっていうふうに思った次第です。まあ、RX300 もね、未だに6速 AT を使い続けているっていうので先進的とも言い難いんですけれども、まあ、個人的にはね、今回のマイナーチェンジで8速 AT 積んでくれればよかったなっていうふうのはすごく思っています。まあ、燃費に関してはね、確かに 450H はね、結構良くて、高速ならね、頑張ればリッター16キロぐらい出てたので、この SUV としてはいい方だと思っています。ただね、ハイブリッドでも、ガソリンはね、排浴仕様なので、レクサス NX300H とか ES300H のレギュラー仕様に比べると、まあ、経済性はそこまででもありませんし、まあ、燃費の良さでね、車両本体価格分のね、差を回収できるもんでもないので、まあ RX300 でもいいかなと、そこも思ったところですね。ただね、 RX300 も、まあ、ターボなんで排浴なんでね、燃費が良いのは 450H なのは間違いありません。まあ、そしてね、リセールの面でも、RX450H と RX300 では車両本体分の差額ほど買取額に差はないっていうことなんですね。リセールのコスパでいうと RX300 の方が、まあ、元手に対しての回収がいいっていうことなん でしかもね、 FF と AWD ではあんまり価格差がないっていうことなんで、まあ、個人的なおすすめとしてはですね、RX300 でしかも、まあ、F スポーツが人気ということなんで、まあ、そのね、 RX300 F スポーツの FF 一択となりました。まあね、これいろんな意見があるんで異論は認めますけれども、まあ、私の個人的な今回のチョイスはこちらになったっていうことですね。完全にコスパ優先です。どれだけ、買取額が、本体価格と、差がないかっていうのを挑戦しようと思ってます。で、今回私が購入したグレードの見積もりを公開したいと思います。で、出来上がった見積もり見てみましょう。こちらですね、RX300F スポーツ FF の込み込み価格は 669.1 万円となりました。以前ね、購入した RX450HF スポーツ AWD が私買った時、まあ、805万円ぐらいだったんですね。でしかも今回のマイナーチェンジで値上がりしてまして、今回の同じ仕様で、450H の F スポーツ AWD で見積もり取ったらですね、820万円超えちゃったんですね。なのでそれから比べると150、60万円安価に済んでいますんで、まあ、これならいいかなっていう感じはしています。でボディカラーはですね、やっぱり大好きな F スポ専用のホワイトノーバガラスフレーク、洗車のね、しやすさめちゃくちゃ、これ本当ホワイトノーバ超最高って思うぐらい、コーティングしてないんですけど水洗いだけでめっちゃ綺麗になるんで、これはね、おすすめのカラーでもあります。
で、リセールもね、白黒は鉄板ですんでね。そして内装カラーは今回フレアレッドにしました。で、前回はね、RX450 の時はブラックの内装カラーにレーザーカット本目にしてたんですけれども、全く同じじゃつまらないので、フレアレッドの内装カラーに、アルミ、本アルミの、オーナメントパネルにしました。付けたオプションなんですけれども、完全リセール狙いの最低限に絞っています。前回はね、結構てんこ盛りにしたんですけれども、まあそんな変わんないかな。付けたオプションはですね、三眼 LED プラスアダプティブハイビームシステム、72,000円。こちらはね、今回のマイナーチェンジの肝でもありますブレードスキャン方式のアダプティブハイビームになっているので、これはね、付けておきたいなと。加えてですね、パノラマルーフと、ルーフレール、こちらね、セットオプションで183,600円と。これもね、リセール狙いですね。あと、パーキングサポートブレーキ。こちらね、安全装備として絶対つけておきたいオプションですね。パーキングサポートブレーキは、まあ、今までインテリジェントクリアランスソナーと言っていた、まあ、誤発進抑制制御とかですね、壁や電柱などの静止物にもブレーキを踏んでくれるという優れものの、ブレーキシステムですね。で、この172,800円、高いなと思うんですけれども、実はこれにはですね、ブラインドスポットモニター、リアクロストラフィックアラートブレーキ、パノラミックビューモニターも含まれているので、それ考えるとね、172,000円だったらつけといた方がいいかなというふうに思います。そして、後席電動シートは今回つけませんでした。その代わり後席のシートヒーターっていうのが単体で選べるようになっていたので、リアシートヒーターだけつけています。こちら2万円ですね。で、以前は装備していたですけれども、ほぼ役に立たなかった ITS コネクト、こちらは外しました。これつけるんだったらね、同じぐらいの価格なんで、リアシートヒーターつけた方がリセールには良さそうです。で、オプションの合計が448,000円となりまして、 RX300F スポーツ FF の見積もり合計が 669.1万円となりました。まあ、決して安くはないですけれども、 NX300H の F スポーツでも同じぐらいの値段になってしまうってことを考えると、私ならね、 RX300を積極的に選びたくなりますね。 NX、 実は私に NX200T っていうのを所有してたんですけれども、 NX と RX 両方所有したことある身としては、まあ車格感というかですね、所有満足度は価格以上にね、 RX の方が上ですね。なので、 NX と RX 迷っている方は、個人的にはボディの大きささえ気にしなければ RX 買った方が乗ってる満足感みたいなものは上だと思います。RX450 の F スポーツと RX300 の F スポーツの価格差は約140万円。まあ、見た目はね、 RX450H でも RX300 でもマフラー以外は同じなので、リセールでね、140万円の差はつかないと思うので、まあ、コスパ優先なら、まあ、間違いなく RX300F スポーツ FF がおすすめとなります。今回のマイナーチェンジで新たに設定されたハイパークロームメタリックの20インチアルミホイールなんですが、こちらはね、何も言わないとこちらが装着されちゃうそうなんで、 F スポーツ専用の20インチのダークプレミアムメタリック塗装の、アルミホイール、こちらを、選択しました。これ、ね、マイチェン前から変わってない F スポーツ専用のホイールなんですけれども、これね、前に所有してた時めっちゃ気に入ってたんで、このデザイン超大好きなんで、こちらがね、残っててくれたのは良かったなと思います。それ以外にもね、見積もり、RX の見積もりもらってきてて、実は RX300 のベースグレード、FF なんかはですね、いろいろオプションを絞ればですね、なんと 589.4 万円という見積もりになってたんで、これだとね、UX の私買った 250HF スポーツが、まあ、560万円超えてたんで、あんまりね、価格差ないなっていうぐらいで RX のベースグレード変えちゃうっていう感じだったんで、これなんかもね、参考にしていただければと思いますんで、下の詳細欄に、見積もり記事のリンク貼っておきますので、レクサス RX の購入検討している方はね、合わせて見ていただければと思います。で、今回のね、RX のマイナーチェンジで良かった点としてはですね、ポジティブな面を挙げてみると、ま、安全装備や運転支援が最新のものにアップデートされた点、これがまず一番大きいですね。そしてエクステリアが悪い方向に改変されずに、ま、アルミホイールなどかっこいいのはそのまま残った点、L 字型のポジションライト、あとデイライトがシームレスに光るようになった点。で、F スポーツ以外には付けられなかったパドルシフトが全グレード標準装備になった点。Apple CarPlay や Android Auto がついに装備される点。使いづらかったハンズフリーパワーバックドア。
こちらがですね、キックオープン式に変更になって全グレード標準装備になっている点ですね。あとですね、スポット溶接や構造用接着剤などの面積拡大によってボディ剛性が向上しているっていうのが期待できるところですね。あとですね、スタビライザーハブベアリングの剛性向上によるアンダーステアとロールの低減、 F スポーツにだけ前後パフォーマンスダンパーを装着、ショックアブソーバーにフリクションコントロールデバイスを追加し、乗り味と操舵性の向上っていうのが挙げられると思います。まあ、全体的にね、動的質感の向上を図ったというところと、あとはまあ安全装備、運転支援が最新のものにアップデートされた点で、エクステリアの見た目も少し改善された点、まあ、シームレスに光るようになったりとかですね、っていうところがまあマイナーチェンジの肝かなというふうに思っています。なのでやっぱこれから RX を購入検討している人には十分おすすめできる内容になっているかと思います。特にね、最新のものにアップデートされた安全装備や運転支援装備は、まあ、前期型のオーナーさんにとってはですね、羨ましいポイントですね。で、前期型のオーナーとして私が改善してほしかったのがレーンキープアシストの精度の悪さ。渋滞追従中はレーンキープ機能がない点だったんですけれども、これがね、ちゃんと UX とかと同様にレーントレンシングアシストといって、まあ精度が向上したし、渋滞追従中もステアリング制御してくれるものになったということで、長距離の運転がね、さらに楽になってるっていうのは嬉しいポイントですね。あと特にね、 F スポにはパフォーマンスダンパーが採用されたので、まあ、前期型私乗ってましたけど、やっぱねちょっとリア周りがどこどことね、こうなんか跳ねるというか感じも若干あったりとか、乗り味もちょっとやや固めだった印象だったので、それがね改善してるといいなというふうに期待しています。まあ、元々人気だったね RX がさらに商品力が上がるので、本当にねこれから RX を購入検討している人にはいいかなと。特に NX とか HS などの会社種からね乗り換えを検討している人には魅力的な状態になっているかと思います。特にねレクサスにはモデル末期だからといって値引きがね拡大するっていうわけでもないので、まあ、買うならねデビュー直後とかマイナーチェンジ直後がいいなっていうのが私の持論です。そして RX はですねリセールもねめちゃくちゃいいっていうのは私もね証明してますんでね、RX の、前回買い取りしたブログなんかもね下にリンク貼っておきますので、それも読んでいただけると面白いかと思います。これからね RX 購入検討している方は参考にしていただければと思います。まあ、前期型オーナーさんは無理してまで買い替える必要はないかもとは言ったんですけれどもね、このね動画とか見て物欲刺激しちゃってたらごめんなさい。まあ、買ってもいいんじゃないかなと思います。まあ、売るならね今のうちのがいいんじゃないかなと思います。 RX のね、買取必勝法なんかもねブログに書いてますんで、そちらもね見ていただければと思います。で、レクサス RX のマイナーチェンジの発売日はですね2019年8月29日となっています。すでにねもう予約は解禁してで、積み増ししているので、もうね年内納車は難しいかなっていう状況になってきてるかと思います。気になっている方はねレクサスディーラーに足を運んでみてはいかがかなと思います。埼玉近郊でレクサス購入検討している方は、ディーラー営業マン紹介しますので、チャンネル概要欄のね、メールからですね、メールいただければと思います。これからもねレクサス RX の納車されたらね納車レポートとかね、そういうのもやっていければと思いますので、もうついにね SUV4 台体制というね超変態体制になるんで、そんなんかもね期待していただければと思います。こんなことやってるのね本当日本でね私だけかと思いますんでね。で、そして、これからもね、他にも車買う予定ありますので、車買うチューバーワンソクチューブ、これからもチャンネル登録してない方はよろしくお願いいたします。いいねと思ったらグッド評価お願いします。それでは買いたいあなたの背中を押すチャンネルワンソクチューブ、次回もお楽しみに。